ケルベルのカノンです。Thank you.
中前半の後半のあたりでちょっとそのなんか気分に乗って弾いてしまってちょっと伴奏を聞いてなかったから音程がずれちゃったところは結構な期間の音程がずれたままだった高い方に、ね、そんなところあったかもしれません。ちょっとこういうのは気をつけないといけないですね。タイミングがずれたところもあったかもしれません。